フェルディナンド2世で、メディチ・フェルディナンド2世でメディチは、第5代トスカーナ大公。第4代大,大公孤児も2世でメディチとオーストリアの、マリア・マッタ・レイナとの息子。フェルディナンドが11歳の時に、父親が病死したため、フェルディナンドは幼くして、トスカーナ大公となったが、1628年に、彼が成人するまでは、母親が摂政を務めた。成人後のフェルディナンドは、 その恩和で友好的な性格で市民から愛されたが、君主としてはあまり有能ではなかった。トスカーナの経済は疲弊して失業者が増加し、市民間の貧富さが拡大するなど、追尾する一方であった。外国と協会勢力に押され、トスカーナの独立を維持することもできなかった。こうして、トスカーナは、西欧の一小国に転落してしまった。 家庭生活では1642年にビットーリア、デッダ・ローベレと結婚し、一人息子の孤児も賛成を設けたが、口うるさい妻との生活はあまり幸せなものではなかったようである。フェルディナンドの資質が最も発揮されたのは、メディチケを得意の科学者、美術家のパトロンとしての面である。1657年に四人兄弟の末弟レオポルドスとに科学アカデミーの組織、 アカデミーデげる地面トを設立し、10年ほどしか存続しなかったもののイギリスやフランスにできる科学アカデミーの姿となった。アカデミーのメンバーはガリレオの弟子たちを含み温度計の製作や真空の実験を行った。また、ピッリ宮殿の改装を行って多くの天井が壁画を描かせたほか美術品、工芸品の収集にも努めた。ありがとうございます。